大江川緑地は愛知県名古屋市南区にある公園。南区を流れる大江川の上流側およそ半分を暗渠化した上に植樹して緑地としたもので、元城町6丁目から名鉄とこな線大江川、橋梁までの約 1.8km、約12ヘクタールの面積に7万5000本を超える木々が植えられるとともにサイクリングコースなどが整備されている。 緑地の北側は住宅地、南側には大道特使工や三井科学の工場があり、名古屋市発の干渉緑地として設置された。ダイヤ川周辺は江戸時代以降に開発された神殿で、かつて両岸には田畑が広がっていたが、その後に周辺の宅地化や工業用地化が進んで水質が悪化したことに加えて、1959年の 伊勢湾台風による派程で流域に大きな被害が出たことで、流域周辺住民の大江川埋め立てへの強い要望が出された。さらに、南区において不足する公園の拡充を求める意見が多かったことから、昭和48年度より暗居緑地化し、1979年6月24日に共用を開始した。埋め立てにあたっては、水銀、 シアンなど有害物質を含むヘドロは全面にわたって、透水シートで覆い、その上に砂を厚手に巻いて、さらに不透水シートで覆って、その上に瓦礫を置いて、最上部に良質な土で被覆した。なお、現状名鉄とこな目線付近で途切れている緑地を、加工まで延伸するための埋め立てが計画されている。埋め立て事業に伴い、名古屋市は、 汚染物質の発生源とある企業二社に対し、公害防止事業費事業者負担法に基づいて、事業費約二十八億円の一部を負担させたが、これも干渉緑地の設置と相まって、名古屋市では初めての事例である。有害物質を含むヘドロは以前緑地の下にあることから、有害物質が地下水に染み出す。可能性や、東南海地震発生の暁には液状化して、 表面化することが懸念されている。ありがとうございます。